マレーヤはイギリス海軍の戦艦、クイーン・エリザベス級戦艦の5番艦。艦名は当時の英国領マレー連合衆にちなむ。連合衆の政府は本艦の建造費を負担した。マレーヤは1913年10月20日にアームストロング・ホイットワース社で寄港し、1916年2月1日に収益した。第一次世界大戦では、 ヒューエバントーマス日の率いる第5戦隊に加わる。1916年5月31日のユトランド沖海戦時には8回の攻撃を受けるものの被害は小規模であった。1922年にマレーヤはオスマン帝国最後の皇帝名不明と六世をマルタへ運んだ。マレーヤの手法第二次世界大戦ではマレーヤは1940年に 地中海で活動し、イタリア艦隊に対抗して、戦団護衛任務に従事した。1941年3月7日、マレーヤが護衛していた戦団が、通称破壊作戦中のドイツ巡洋戦艦、シャルンホルストとグナイゼナウに発見された。だが、マレーヤの存在のためドイツの巡洋戦艦は、戦団への攻撃を断念した。マレーヤの無言の勝利である。 マレーヤは1941年3月20日23時23分に U-106 からの攻撃を受け破損した。U-106 はカーボベルで西北西250マイルの海域で SL-68 戦断に対して暗闇の中2発の魚雷を発射した。一発はマレーヤの左舷に命中し、もう一発はマーカークに命中した。 いくつかの船室が反乱したものの、マレーヤは無事にトリニダードに到着した。応急修理の後マレーヤはニューヨーク海軍交渉へ向かい、ここで4ヶ月間、ドック入りした。7月9日、カスバート・コッピナー艦長の指揮下大焼け身のため、ニューヨークを出港し、ノバスコシア州ハリファックスに向かう。同地で船団護衛任務に着任する。 マレーヤの1941年7月21日の日誌ではイギリス向けの物資と乗客を乗換させる。乗客は R.H. リューイング少将、W.E.H. グライレス少将、15から19名の軽機兵及びアメリカ市民のチェリー氏を含むと記録されている。アレックス・ H. チェリーはアメリカ合衆国が第二次世界大戦に参戦する前に イギリス海軍へ志願したウォールストリートの銀行員であった。彼の著書ヤンキー RN は友人のジョンパーカー注意に捧げられた。マレーヤは1941年7月28日にロサイスに到着した。その後、マレーヤは1943年の夏までイギリスからマルタ及びケープタウンへの戦団護衛任務に従事した。1944年の後半に マレーヤは予備役入りし、1948年2月20日にメタルインダストリーズ社に売却され、1948年4月12日にファスレーンに到着、スクラップとして廃棄された。マレーヤの船内事象はロンドンのイーストインディアクラブに展示されている。マレーヤはクイーンエリザベス級戦艦の中で唯一目立った損害を受けることなく退役、解体された。 世界の感染増感第67週、ありがとうございます。